こんにちは、ベース講師の星野徹です。本日の動画はですね、フレットラップをジャズエレキベースの演奏でおすすめする理由ということでお伝えしていきます。それで、フレットラップですねっていうのは何なのかというと、こちらですね。このベースのナットの方についているこちらのアイテムです。なんかね、ベースの上手そうな人がたまにつけている印象があるっていう方もいるかもしれないんですけど、こんな風にですね、リストバンドみたいになっていて、マジックテープで止められるんですね。こうやって簡単に止められる仕様になっているんですけど、これってですね、ただの飾りではなくて、しっかり効果があるアイテムで、特に僕がメインコンテンツとしてお届けしているジャズ関連のアプローチで、とても使える、アイテムなんですね。結構長い間使用しているんですけど、ベースライン、それからベースソロ、それぞれの演奏に効果があると思っています。それでどういった具体的な効果があるかっていうと、まずベースラインの演奏に関しては開放弦の音を調整してくれる。そしてベースソロの演奏に関しては、他の弦の振動を抑えられる、といった効果があるというふうに思っています。今日は長年フレットラップを使用した身として、具体的にこのあたりをですね、深掘りして解説させていただきますので、ちょっとこのアイテム気になっていたなという方はですね、参考にしてみていただければと思います。で、まずフレットラップの使用を、ちょっと分かりやすく説明していきますね。冒頭でもやりましたが、こんな風なリストバンドみたいになっていて、これをマジックテープで、巻きつけるだけの仕様になります。はい、こんな風になりますね。これで普通に弾く分には何が変わったのっていう風に思われるかもしれないんですけど、ちょっとこのフレットラップをこっち側に押し込んでみると、はい、こんな風に、この、今ですね、1フレットと2フレットの間ぐらいにあるんですけど、こんな風に音のサスティンが全然なくなっちゃっているんですよね。もっと寄せるとこんな風になりますね。もうこの辺に来ると全然実音がない感じなんですけど、ナット側へ行けば行くほど、ちゃんと音は出てくれるんですけど、こんな風にですね、このフレットラップっていうのは音のサスティーン、要は音の伸びを抑えられる効果があるという風に思っています。で、これってですね、ジャズの演奏でよくやられるウォーキングベースの演奏スタイルにすごく、効果的だなと思って、で、一つ目のメリットを解説させていただきますね。ジャズの演奏を行うときに、ウォーキングベースで演奏されるスタイルっていうのは、一般的によく演奏されるスタイルです。こういう、演奏スタイルですね。で、こうした演奏スタイルの時に結構使う音の量も多いですから、左手の運指を効率化させるために開放弦を使用するケースっていうのが多いですね。その時ですね、非常にこのフレットラップが役に立つと思っていて、今これフレットラップつけていない状態なんですけど、開放弦でこうミュートしてあげないとずっと伸びている状態が続いちゃうんですね。なので右手か左手どっちかでミュートしなきゃいけないんですけど、これつけてあげるとですね、やっぱり開放弦の伸びっていうのもですね、抑えられるんですね。もちろんですね、ある程度ミュートしなきゃいけない部分はあるんですけど、ただそれでもつけているとつけていない時ではですね、体感的に全然このサスティーンが続いているっていう感じは、フレットラップをした時の方が非常に短いですね。なのでこう遠慮なく開放弦を弾いていられるような安心感があってですね、このフレットラップを使用していると、感じられてですね、非常にこういった面では使い勝手のいいアイテムだと思います。ミュートはあくまでも必要なので、自分が鳴らしたい弦以外はしっかり指のどこかでね触れて音をこう
止めなきゃいけないんですけど、やっぱりテンポが速かったり跳躍があったりするとミュートがおろそかになってしまったりするケースっていうのもあると思いますので、そういったケースでもつけていないとつけている時ではつけている時の方が安心度が高いんじゃないかなというふうに思います。メリット二つ目なんですけど、今度はベースソロにおいても役立てられる話かなと思っていて、他の弦の振動を抑えられるっていうメリットがあるというふうに思っています。例えばハイポジなんかを弾くときに、ちょっとね、伝わりづらいかもしれないんですけど、弾いた弦以外の弦がですね、今ちゃんとミュートしてない部分もあるんですけど、弾いた弦の振動に共鳴してしまうっていうケースがあるんですね。なんか他の弦が今なんとなくなっているの分かりますかね。ちょっとわざとミュートはあんまり頑張ってないんですけど、なのでこんな時でもですね、やっぱりフレットラップをつけておくと、やっぱり体感的な安心感がありますね。もちろんね、ミュートをサボっているわけではないですけど、多少それが甘くなったとしてもしっかりここで弦を固定してくれている分ですね、目的以外の弦の振動や共鳴っていうのも薄められているっていう感じがあって、ソロを弾く上でもですね、こんな風なメリットがあるというふうに考えています。なので今お伝えした2つのメリットがこのフレットラップにはあるかなというふうに考えています。でもちろんデメリット的な意見もありますね。逆を返せばミュートが甘くてもいいやっていうことに慣れてしまうので、フレットラップを実際取った時にミュートが甘くなってしまうっていう見解もあるかもしれないんですけど、それでもですね、ミュートってちゃんとできるようになるまでって結構難しいですから、どうしてもですね、弦が共鳴しちゃうとか開放弦が間延びしてしまうなんていう時はですね、一回、試しに使ってみるのもいいんじゃないかなというふうに思っています。値段もそんなに高くないですし、カラーバリエーションもですね結構豊富に揃えられていますので、そしてね、なんかつけておけば周りの人がなんかあいつうまそうだなっていうふうにね見てくれるかもしれないので、ちょっと今ね伸び悩んでいる方とかも、使用することでいい気分転換にも、もしかしたらなるかもしれないので、よかったら試してみてください。ということで本日はですね、おすすめアイテムフレットラップのご紹介でした。ベースチャンネル星野は毎週金曜日21時に、更新しております。ベースの演奏に役立つアイテムのご紹介だとか、あとは今回お伝えした、ウォーキングベース、ジャズ系の、ベースラインの弾き方やソロの弾き方、それから練習方法などについて毎週金曜日21時に配信しております。一点インフォメーションさせてください。この2023年の11月1日からですね、オンラインスクールジャズベースラーニングの第2期生の募集が始まります。アドリブが弾けるようになるまで毎日レッスンが受けられるをコンセプトとしたオンラインスクールで、第1期生の募集を今年の3月に行ったんですけど、とても好評だったので、こちらのレッスンの第2期生の募集をこの度開始させていただく運びとなりました。最後にですね、こちらのご案内をさせていただきます。アドリブが弾けるようになるまで毎日レッスンが受けられるジャズベースラーニング第2期生の募集が2023年11月1日から開始されます。約60記事60本以上の動画が掲載された会員様だけが見られる限定サイトをもとに、ジャズ1年目の方、セッションに参加してみたいという方がゼロから順に体系立ててアドリブを学べるカリキュラムをご用意しました。また生徒さんが送ってくださった動画を講師の方で動画添削するという、今まで全くなかった新しいタイプのレッスンとして対応させていただいており、ベースでジャズをやってみたい、アドリブをやってみたいけど何から取り組んでいいかわからないという方には、すごくおすすめの新感覚レッスンなので、ぜひご利用いただければと思います。
またどんなレッスンを行っているか気になる方は、まずは無料のメルマガにご登録ください。よく生徒さんからご質問をいただくベースのアドリブ演奏についての限定動画付きの配信、日々の練習の心がけ、メルマガ限定のイベントなども配信しています。こちら無料ですので、よかったらご登録ください。ウッドベース、エレキベースに関するお役立ち情報は Twitter でも毎日更新しておりますので、こちらもよかったらフォローお願いします。それではまた来週の金曜日21時にお会いしましょう。バイバイ。